この通る車は非常に少ないと思う。うん、そうだね。平日だしね、今日も。こっち最悪181円だったよ。レギュラー170円だって。あ、でも全国平均はどのぐらいでしょうか。あ、知らない知らない高っ。レギュラーは170円だって当たり前らしい。あ、そうなの。高っ、めっちゃ高いね。俺らの恵まれてるね。あ、お、豊洲、豊洲市場、これ目の前。カードいける、カードいける、いや、これいける、ペイペイとかもいける、怖い。なかなか細そうだよね。いける？気をつけて。うわ、怖い。この先あれかね、道できるの？できないの？なんか歩道とかを直してる感じだったよ。タイル敷いてる感じだったよ。車はもう、車は無理じゃないかな。ここまでなんじゃないかな。およそ300m 先、富士見橋門前を左方向です。ぐるり公園自動車駐車場って書いてあったね。書いてあったね。うん、お登りさんが綺麗。うん、あ、本当だ、いいね。興奮して見落とした。うん、風がないからね、体感もそこまで。すごいね、やっぱこの時間トラックが出入りする時間なんだね。絶対明日あれだよ、ペルクでマグロ買うよ。大橋南船の右方向です。安いマグロでもさ、うん、サイコロステーキ、うんうんうん、300円は切らないんだよ。あ、なかなか魚の方が高いからね、お肉よりね。シャモが200、うんうんうん、カニクリームコロッケ、うん、
お199円。それ2個ぐらい入ってて1個 ?2 個か。うーん、魚のが高いんだよな今。だってサケとかでも高いからな。なんて言ったってしめじが一番安いキノコ体にいいからね。およそ 300m 先、晴海大橋南爪は右方向です。車だとあっという間まで、あっという間でここまで来れちゃうね。右方向です。その先、斜め右方向、首都高速10号晴海線です。10号って晴海線なの？台場線じゃないんだ。うん、台場線は…台場線って言わない？10号、台場線じゃなかった。この信号です。11か。お、もう首都高の入り口だ。首都高速10号晴海線です。生麦ジャンクション料金所です。10号晴海線。うーん、じゃあ台場線ってどこ走ってんの？晴海と台場ってほぼ一緒じゃない？でもそんなこと言ったらあれか、うん、レインボーブリッジ。あー、それを台場線って言ってんのか。レインボーブリッジを。レインボーブリッジとか東京タワーとか消えちゃってるから、なんかどっちがどっちの方向だか分かんなくなる。あ、ここで分岐していくのか。左方向です。前のトラック三重ナンバーだったのにこっちに行くんだ、うん、横浜方向じゃないんだ。じゃあ三重に行くわけじゃなかったのか。全国を駆け巡ってか、成田に運んで、成田から三重まで空輸してもらう。だったら羽田でいいじゃないかって思いましたよね。あー、ここにぶつかってくるの、あの4車線の変な、え、違うか。え、あ、また箱崎で来た。これが湾岸でしょ。あ、それ東雲の駅か。なんかイニシャル D だ。おお、おお、そっちか。おお、上が立ってるか。うん、あそこに行ける。ああ、今のところで辰巳に入れたんだね。うん、これあそこ行くと、うん、ああ、小松川とかの方向になっちゃうのか。そっかそっか。小松川とか深川か。小崎。どこにでもいる小崎か。すごい。